なんとかブランケット症候群ですか、はい、おはようございます。ブランケット症候群なんですかそれ。なんだっけ、まあいいや、なんかスヌーピーに出てきた、そう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 、あ、出てくるんですか、スヌーピーのあの子がずっと持ってる、うん、だからこれがないと不安って。あ、私なんでしょう、布団だろ、だから、あ、お布団がうん、今日は皆さん褒めてほしいそうです、リカパンが。そうなんです、あ、私がまたリカパンが褒めるそうなので、皆さん褒めます、何かいいこと、一緒に喜びます喜びますってこと、時刻は8時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。12月6日6日水曜日、モーニング8、これから生放送でお届けいたします。宜野湾市喜友名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、水曜日は私リカパンことズケランリカと山内が2人でお送りいたします。はい、はい、山内さん、はいよ、今日すごく寒くないですか。すごく寒いですね私朝起きた時にびっくりしてしまって、びっくりした、はい、うわーって、うわーうおーってうなりました、布団の中でそうですよね、いや本当にうなったのは本当なんですよ、はいはい、リアルな話で、はい、昨日晴れてちょっと暖かかったじゃないですか、うん、昼間はね、うん、うん、昼間のみね、昼間暖かくて、私昨日早く寝たんですよ。何時に？6時頃に、夕方のはあ、本気ではい、昨日夕方6時頃に、いやもうこれから寒くなりそうだから今日は贅沢に寝てみるかと思って寝たんですよ。いやーなんか厳しいですね厳しいですか、はい、まあ、早すぎますかね。布団にから出られないエピソード、はい、今から話するんでしょうけどもそれよりも6時に布団に入るエピソードの方が僕は気になりますが、はい、あ、そうなんですか、はい、いやもう本当にいろいろ現実逃避したくてですよねあーもうダメだダメだ寝るって6時に寝るってすごいっすねもう何もかもやりたくなかったんですよ、昨日やることが多くて。あ、もう怒られた。あ、怒られた、怒られはしてないないんですけど、ちょっとやらないといけないワークが、デスクワークがたくさん溜まっていまして、はい、うん、今日出さないといけない課題とか、はい、それをほっぽり出したんですか。いきなりやる気がなくなってしまってですね、はいはいはい、ああもうダメだ、明日の自分に任せようと思って、はい、早めに寝ましたね。そうですか。それで、すごいな、うん、朝起きた時に。何時に起きたんですか、ちなみに。朝はですね、今日は3時ぐらいに起きました。早く寝たので、まあ、そうですよねでも3時って一番多分寒いですね、冷え始めた頃なんですよね、うん、それでもう布団から出たくなくて、うん、1時間もうちょいですかね、だから1時間ぐらいダラダラしてたんだ、うん、ダラダラしてました。まあ3時に起きたらね、それぐらいしますかね。ちょっとね、うん、ぬくぬくをむさぼっていましたが。そうですね、山内さん今日マフラーね巻いて。そうそう、もう寒くて。寒いですよね、うん、僕もマフラー手放せないです。これがないと不安で不安で何でしたっけ、ブランケット効果、さっき言ってました、症候群ですね。症候群、はい、らしいです。後でまた詳しく教えてくださいさあ今日寒い中ですが、そうです、今日も元気いっぱいお送りしていきますよ、はい、さあこの番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールテーマは褒めてでございます。はい、リカパン今褒め言葉に飢えておりますいや皆さん、はい、例えばちっちゃい頃はたくさん、うん、ちっちゃいことでも褒めてくれるじゃないですか、そうですね、幼い頃は、はい、ただどんどん年を重ねてくると、こうできて当たり前なことが増えていったりとか、あと会社勤めの方は管理職に上がっていったりとか、うん、でなかなか人から褒められる機会って減少、ないですね、うん、ないですよね、ないっすね、どんどん少なくなって、今僕は全くと言っていいほど褒められないですね。あ、そうですか、うん、いやもう今日もいい感じですよあ、もうこんな抽象的に取ってつけたようなそうですか、はい、まあ、そんな感じでね、頑張ってるのになかなか褒めてもらえない、そうですね、大人たち、はい、今日はですねこの日々の思いをぶちまけていただいて、うん、ここでリカパンが
褒めます。す思いの限りを込めて。リカパンが褒めます、はい。適切に褒めます。適切、うん、適切にね、皆さんの頑張りを一緒に喜んでいきたいなと思います、はい、本日は。本当にね、日々こんなことしてますよとかね、うん僕はこれができますよとか。うん、そうですね、はい、自分私の料理はこれが得意ですよとか、うん、そういったことでも全然構わないですね。そうですね、あとこの人褒めてほしいみたいな、うん、ちょっと知人、友人、家族の頑張りとか。あ、いいですね、うん、あと有名人とかね。あ、いいですね、うん、リカパンにこの人を褒めてほしいみたいなねまあそういう褒める、うん、この人を褒めてほしいっていうお話をですね、どんどん教えていただきたいなと思います。そしてですね、うん、まあまあリカパンも本当にね、褒められることに飢えています今ストレスがね、あ、飢えてるんですか？尋常じゃないぐらい溜まってるので。あ、そうだったんですか、はい、あの皆さん褒めてあげてください。あ、うんうん、自覚はないんですが、はい、でも6時に寝るなんてもうストレスの塊ですよいや贅沢の極みですよ言い方がね9時に寝るのが贅沢の極みですあー9時、僕は昨日9時に寝たので、お、はい、もうね、前の日2時ぐらいまで飲んでたのであ、そうなんですか。そうそうそう、昨日は9時に寝ようと。贅沢ですよ、贅沢、これこそ。いや6時のね、寝るのも贅沢ですよ。はい、まあね、皆さんのね、いい話、褒めてほしい話。そうです、と山内さん、あとリカパンも褒めてください。山内さん、リカパンを褒めてくれるお言葉などがありましたら送ってください、はいはい、さあ、メールアドレスは797@fmginowan.com です。皆さん、たくさんのコメントメールお待ちしております。さあ、また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。さあ、今日のテーマは褒めてでございます。それでは皆様、今日も元気に楽しく明るくお送りしていきますので、最後までお付き合いください。さあ、本日初めの一曲はこちら、中島美嘉で雪の花。皆さん、ぜひ褒めて、はい、褒めますので、うん、日々の頑張りをみんなで称え合いましょう、日々の頑張り、はい、ぜひぜひ、はい。あと、自分はこんなやって褒められましたよ、最近。ああ、いいですね、うん、あ、それ聞きたいです。さっきなんか褒められました。あ、まあ、これオンエアでよ。うん、あるかな、探してきますね。ないか、ないか。ああ、あります、あります。いつも褒めてもらってますいや、怒られることが多いので最近。最近、人生ライフはい、皆さんおはようございます。あれですよ、やっぱりね、恋人の一人や二人いないと褒める人もいないですよ。あー、いやそうですかね。そうです。いや、でも恋人って気恥ずかしくて褒めてくれないイメージがあるんですか？褒めます。褒めます。はい、私の友達とかはすごい褒め上手な子が。最初は褒めるんですよ、うん、後から褒めなくなる。あ、恋人。そう、あるあるですね。いや、もう継続して目についたら褒めてほしいですね。そういう人を探してください。でも、この何かこのすごいねって言った後に喜んでくれるその顔を見るのも幸せですよね。お互い幸せになりますよ ね、うん、そうだね、褒めるっていう、うん。ききまるさん、血圧が上がってそうなんですか？寒いと血圧が上がるんですか？なんか低血圧になりそうなイメージですけど。イメージはね、うん、そうなんですね。健康
康診断しないとな。健康診断。山内さん、血圧高い方ですか？多分平均って言われたんだけど、うん、ちょっと高いぐらい、うん、なんか低そうです、見た目は。死にエネルギッシュだよ。そうなんですか？ギンギンもうモリモリ元気いっぱいって感じですか？ギラギラしてギラギラ、なんか嫌ですね、ギラギラは。ギンギンも嫌だろ。ギンギラギンですか？なちゅみんさん、おはようございます。あ、そうなんですね。あ、確かに北国の方高血圧って聞くんですけど、なんかしょっぱいものを食べてるからだと思ってました。なんか保存食、それもあるんだよ。しょっぱいの美味しいからね。しょっぱいのね、ご飯が進みますもんね。あなた白いご飯大好きだろ。好きですね。最近でも好きになりました。前も嫌いだったの？苦手でした、味のないご飯食べれなくて。ご飯は味のあるものと食べるから美味しいんだよ。あー、そうですね。単体で美味しいわけないじゃん。あ、でもあるじゃないですか、噛めば噛むほど美味しいみたいな。甘いみたいな。多分母に白米だけ持たされたことがあるから、それが多分なんかある日おにぎりかじったら白米のおにぎりの中に柿ピーが入ってて、あ、何このあたり、わーってなって、ちょっと遊ばれてる感じ。彼女曰くスペシャルアンチらしいですけど。母親が作ったの？母親お茶目だね。面白いね。そうなんですよ。いたずら好きか？うん、あ、いや、素でやってますね。あ、そう。はい。すごいね。いやいやいや。爽やかな明るい声、無駄に。そうですね。たまに。じゃあ、ツイキャスやりましょうか。時刻は8時13分を回りました。はい、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。とですね、今日ね、たくさんコメントいただいているのでご紹介していきたいと思います。はい。はい、野の中の銀のホタルさん、うん、おはよう。お布団がお友達のリカパン山内さん、はい、ということで、お布団大好きですね、私たち。僕は違います。もう朝から仲良し小良ししてきました。仲良し声してきました。なんかあの微妙なこの言い回しやめてもらっていいですか？なんでです？布団が大好きね、私たち仲良し声してきました。もうこれはですね、連想されるのは一つしかないですね。いやいや、布団と仲良し声してきたじゃないですか、私たちは。だからちょっと、はい、この辺気をつけていてくださいね。わかりました。はい、はい、そして15番目の男さん、リカパンさん、はい、おはようございます。おはようございます、はい、キキマルさん、おはようございます。毎朝寒くて血圧が上がって大変です。と、寒さで血圧上がるんですね。ね、これなんか寒いと血管が縮むので血圧上がるんですよ、ということで。そうなんですね。ね、そう、知りませんでした。ね、うん、プチンって切れたらね、怖いですね。ですこれからの季節気をつけてくださいね、うん、はい、はい、そしてあ、エコザイルさん、ブギーカイドウさん、うん、ナルトラさん、石ころさん、おはようございます。はい、巻いても暖かい、これは寒さには負けないということでしょうか？はい。Tサージって何でしたっけ？手ぬぐい、手ぬぐい、うん、うん、
あ、そしてニュージェイさん、はい、おはようさんです。今朝の横浜は晴れ、晴れ、予想最高気温は11度、お、今日も冷えます。最高気温は5度でした。最低気温は5度でしたとのことで。寒いですね、寒いですね、やっぱりね。でもこれぐらいがいいな。あ、逆に、逆にね、この着込んでちょうどいいぐらいですかね。今沖縄あまり着込みすぎると汗かいちゃいますもんね。ちょっと汗ばんでしまう感じですかね。だから僕は理想はコート着たいですから。あ、今日着てないですね、うん、今日寒そうだなと思ったんですよ。寒いけど着ないですね沖縄は断固として、はい、沖縄ごときじゃ着ないぜっていうことですか。そうですね、変でしょ。私がっつりコート着てきたじゃないですかあ、だから女性はいいじゃないですか。僕スーツの上からだから。あ、ダメですか。あ、いやいやいや、あ、なんていうの、もっと寒くならないと変だなと思った。そうなんですね、すごいおしゃれに気を使ってる山内さんかっこいいですそして、はい、なんかイラってくるな、どうしようかな大丈夫かな今日はい、今日皆さん、今日テーマがですね、はい、褒めてなんですが。そうなんですよナルトラさん、うん、褒められることに飢えてるということ。そうなんですよいやいや、今日はね、リカパンがもう尋常じゃないぐらいストレスが溜まってるので皆さん褒めて溜まってないですよ、はい、ストレスを流させてくださいもう卒業間近でね。ああ、そうですね、大学ももうラストストレス要素がいっぱいあってね、大変ですね。そうですかね、うん、日々ね、ストレス日々楽しいですけど昨日は6時に寝たし。そう、もう6時に寝るなんて逆に病ですよねそうですか。そうですね、やばい、うん、はい、石ころさん、今日はリカパン褒め褒め日かと。いや、山内さん褒め褒め日、皆さんも褒め褒め日。そうです、皆さんをまず基本的に褒めたいな、うん、っていうことなので、リカパンはね、もういいです、褒めなくても。あ、褒めて、ちょっと褒めてくれると嬉しいなぐらいなのでどっちなんですか。やっぱ褒めてほしいでしょ、まあ、嬉しいですからね。そうです、はいはい、あと大塚健二さん、6時に布団に入れる環境は羨ましいですということで、うん、はい、私大好きですよ布団まあそんなこんなでね、今日もそんなこんなで皆さん寒い中頑張っていきましょう。はい、今日のテーマは褒めてでございます、はい、皆さんのことをリカパンが一生懸命褒めますので、はい、ぜひぜひメールお待ちしております。お願いします。メールアドレスは797@fmginowan.com です。たくさんのコメントメールお待ちしております。時刻は8時17分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気から。今日6日は北の風のち北東の風曇り、昼過ぎから時々晴れになり、波は3メートルのち2メートルになる予定だそうです。6日の沖縄地方は寒気の影響で曇りますが、沖縄本島地方と大東島地方は雲の隙間で時々晴れ間もあるでしょう。本日ですね、今見たところ宜野湾の空はすごい爽やかに晴れてますね。気持ちいいです。そして本日降水確率が日中朝6時からですね、午後の、まあ、夜ですね、12時にかけて1日ずっと 10% となっています。ちょっと合間合間に晴れ間も見えるそうなので、うん、まあ、お洗濯物とか干しても大丈夫そうですね。はい、はい、そして本日の日中の最高気温が19度となっています。19度、はい、太陽が出ると暖かいんですが、ちょっと今日曇り空も見られる予定なので、まあ、コートいやカーディガンなど羽織物1枚持ってお出かけするといいかもしれませんね。これあれなんですよ、内地の人が聞いたらね、はい、19度なめんなよって思うでしょうけど沖縄体感温度がかなり低いんですよ。そうなんです、風が強いので、うんうん、だいたいね、体感で言えば3度ぐらい確かそう、そうですね、そう3度ぐらい、3度ぐらいです、うん、本当にあの東京歩くのとあまり変わらないような気がします。そうなんです、うん、だからね、あんまりね、
気温だけで、うん、やったなめんなよって思わないでください。そうなんですよ。そうなんです。まあ、宜野湾市また海辺なのですごい海潮風っていうんですか。そうそうそう。吹いてくるので寒いんですよ。寒いんです。宜野湾特にね、この FM 宜野湾のとこね。そうですね。私も今日ヒートテックをもう解禁して着込んでいます。これは沖縄の人にもなめんなよと言われるかもしれません。言われますね。もうぬくぬくでね一日過ごそうと思っているので、はい、皆さんも風にはくれぐれもお気をつけください。はい、さあ続いて道路交通情報をお伝えします。うん、まずは沖縄自動車道高速道路から。本日沖縄自動車道故障車により石川インターチェンジから沖縄北インターチェンジにかけて50キロの規制が入っています。事故車じゃなくて、あ、事故車です。あ、事故車ですかね。あ、故障車ですね。故障車っていうことなので最近多いですね。そうですね、うん、事故でね、うん、ちょっと高速止めたりというのが多いですので、そうですね、気をつけてほしいですね。また朝の時間、うん、皆さんお急ぎなのでまあね、不注意が多いとも思うんですが、まあ、譲り合いの精神で運転してください。はい、さあそしてですね続いて一般道をお伝えいたします。一般道が出ません。じゃあ僕が言うね。はい、ですね、宜野湾市ところどころ混んでますね。はい、維新田から瑞慶覧にかけて330号線ライカム向け渋滞、そして、前原交差点から王者の交差点にかけて県道34号線長い渋滞が続いています。また前原向けも王者の向けもともにこちらは渋滞しております。西原インターチェンジ出口から国道330号公園の交差点まで一部区間で渋滞、はい、そして、大平から古島手前まで、うん、渋滞と混雑が続いております。そして北向けですが国道330号、公園の交差点過ぎたあたりで若干渋滞が見られます。また、国道58号線牧港ぐすくま間で一部渋滞、那覇向けですね、渋滞が見られます。あとは特に目立った混雑ないですね。今日そこまで混んでないね。うん、そうですね、うん、今日朝もちょっとスイスイ来やすかったです、いつもより。そうですね、アハチャの交差点も今はスムーズに流れています。うん、公園の交差点も一部ですね、本当に渋滞が見られるぐらいですね。あとは、はい、はい、もうバンバンスムーズです。はい、バンバンスムーズと、バンバンスムーズということで、はい、皆さんただまあね、お気をつけください、運転。こっからじゃないですかね。うん、あ、うん、そうですね、今日寒いので、はい、皆さんスタートがちょっと遅めかもしれませんね。これから混み合ってくるんでしょうか。ね。うん、まあ、運転にお気をつけて、皆さん出勤、登校してください。さあ、以上、お天気、道路交通情報をお伝えしました。ツイキャスが。はい。止まってます。さあここで1曲をお届けします。これは進撃のめいちゃんリクエストでございます。ちょっと待ってよ、めいちゃんリクエスト ディレクト&フェドルグランドWhere we belong。ツイキャス更新できてる？ツイキャスライブ配信できませんね。ちょっと一回消して、うん、得意だな、デカパン。私が、ああ、なんででしょう、なんでか。デカパンの時必ずだな。なんででしょう、本当に。
別にめっちゃ押したりとかしてないんですよ。なんか出てんじゃない？やっぱなんか出てるんですかね。爪もか爪もこんな色だし。なんでこんな色にしたんですか？可愛いと思ったんですよ、見た時は。あれこれ、ネットオークションじゃない？一般にならないですよね。ならない。水曜日だけです。水曜日だけですか。怖っ。なんか時期があるのかもしれないですね。この手の爪の色じゃないですかね。こんな色にしてしまった。さっきからずっと気になってる。気になってるんですか。はい、これ可愛くないですか。この洋服の色と合ってるよ。合わせてきた。いや、違います。違うね。合わせてきました。やっぱオシャンティーなんで寒いな。これないと寒いし、喋ってたら暑くなるし、やった。もう開けてる、あ、来た、うん、来た。よかった。ごめんなさいして、はい、皆さんすみません。またなんかですね、太陽フレアを出してしまったみたいで、パソコンが調子悪くなってしまって、すみません。リカパンになんか出ててるんですよね、うん、爪見せてごらん。爪みんなに見えますかね。見て、この色可愛くないですか、これ。これ別に塗ってないですよ。あ、塗ってます、塗ってます。なんかシルバー、シルバーです。あ、これシルバーなんだ。これでもね、あの画面ではあんまりわかんない。わかんないですか、うん、すいません皆さん。すみません。今日カメラ目線でお願いします。カメラ目線でずっと、どっちかな。こういきますね。だいたいカメラ目線でお願いします。はい。そう、カメラ目線だよ。あ、カメラ目線。時刻は8時28分を回りました。モーニング8、水曜日はリカパンと山内が2人でお送りしております。はい、はい、今日のテーマは褒めてでございます。皆さんね、大人になってなかなか褒められる機会ってないんじゃないでしょうか。そうですね、はい、リカパンも山内さんもあまりね、なくて悲しい日々送っています。それどころかね、けなされる日々ですからね。あ、そうですね。そうなんですよ。もう毎回水曜日はけなされ水曜日に限ってないでしょ。すいません、限らず。はい、まあね、怒られ
ることも多々あり、リカパンはね、うん、よく怒られますから、うん、世の中でみんな生きて頑張っていると思いますなのでね、皆さんの日々の頑張りをですね、ご紹介していただいて、リカパンと山内さんが全力で褒めるという。あ、僕も褒めるんですか。はい、これはもう巻き込み型、参加型ラジオなので褒めるの苦手なんですはい、なので皆さんのね、頑張ったお話ですとか、うん、はい、得意技、あ、いいですね、得意技とかを教えていただければなと思います。また皆さんの周りにいるこの人褒めてあげてっていう方がいたらご紹介いただけると嬉しいです。あ嬉しいですそうなんですよ、はい、今日はですね、うん、あ、今コメントたくさんいただいているので、はい、少しご紹介したいと思います。しますか、はいはい、どうぞ。野の中の銀のホタルさん、はい、銀太郎さん、リカパンの爽やかな明るい声無駄にが山内さんにはちょっとイラっとくると。あ、これ褒めてくださってはいるけど、うん、山内さんにはイラッときてるねっていうお話ですかね。そうですね、そうなんですよね。どうですか、イラッときますか。いや、声質の問題ではなくてですね、はい、やっぱりこのキャラキャラキャラ私の努力でどうにかなるところであってよかったです。あ、そうですか。あ、でもな、もうこのキャラだからな、ね、うん、もう無理じゃない、うん、でも山内さんきっとこのキャラ気に入ってるんじゃないですか。こういうところがムカつくのかな。そうですね気に入ってたらこんな感じじゃないですよねそうですか、はい、あ、残念。でもまあ爽やかな明るい声っていうね、声はいいですよ、はい、褒めてもらったので、うん、まあ、よしとしましょう。そして中野町の和樹さん、はい、すいませんね、あと先ほどね紹介したかったんですけど、うん、茶壇国体道路58号線向け、はい、自己渋滞してましたということで。そうなんですか。国体向けですね、北端、北向けですね、自己渋滞ということで、こっちではね表示されてないですが、うん、そうですね、はい、これはちょっと軽い事故なことを願いますね。そうですね、はい、和吉さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、お、小ザイルさんメール送信と、うん、メール送っていただいた、はい、そうなので後ほど後で紹介しましょうね、はい、紹介します。というわけでこういう感じで FM ギノワンではコメントそしてメールなどをご紹介していくので、皆様たくさんのコメントメールお待ちしております。さあ、それではこのコーナー行ってみましょう。みんな大好き、今日は何の日のコーナーですまさかエコーが入るとは。エコーいつも入れてるでしょそうでした、はいはい、ではまずは万能沖縄手帳からご紹介します、はい、はいはい、本日12月6日は火の塔、うん、火の塔の日で旧暦10月19日です、はい、満潮時刻は9時15分と夜の8時43分あ9時15分じゃあ、うん、そろそろもう満潮になるってことですね。そうですね。あ、そっかそっか、すごい、はいはい、海綺麗ですね。綺麗ですね今日ね、うん、ちょっと波も穏やかで、はい、そうですか、穏やかじゃないですか、こちらから見える分には。あれね、ちょっと波が白立ってるでしょ。あー、見えますね、うん、ちょっとだけ波が高い証拠ですね、あれは。そうなんですか、はい、ちょっと海の見方も分からず、そうですね、申し訳ないです。さあ、そして干潮時刻干潮時刻がちょっとボソッと聞こえましたが、はい、本日お昼の2時53分、うん、はい、というわけで、うん、あ、山内さん、はいはい、沖縄手帳、うん、12月6日、うん、何の日なのかの記載一切なしでございます、うん、あ、今日は何もないんですね。今日はですね、珍しく何もない、うん、ちょっと何か入れてって頼んどきましょうね。そうですね、うん、頑張ってくれと。あ、いいですね、うん、これみんなを褒める日にしたらいいんじゃないですか。あの、勝手にそんな感じでやめてもらっていいですか軽く言ったら怒られますねはい、すみません。さあ、はい、なのでですね、今日はネットからご紹介したいと思います、うん、本日12月6日は、うん、クロムエルが英国議会から長老派を追放した日だそうですクロムエル、よく世界史などで聞くんですが、私も詳しくは存じ上げません。初めて聞きましたね、はい、1648年の
出来事です、うん、そして、うん、近松門左衛門作の心中天網灯が初演した日。いやいやいや、あなたなんで大事なのを抜かすんですか。徳川光圀、あ、かっこ水戸黄門が、本当ですね、亡くなった日、73歳、1700年、そうなんですね、はい、73歳まで生きたんです ね結構ご長命ですね。そうそう、この時代にしたよね、はい、大体と、水戸黄門は大体みんなおじいちゃんですもんね。そうですね、ドラマではね、イケメンおじいちゃ ん、私も小さい頃はよく見ました、イケメン。あ、やってた、はい、へえ、そうなんだ。イケメンおじいちゃんを見たくて、うん、とスケさん、カクさん、スケさん、カクさんもイケメンですから。イケメンですね、うん、どっちかというとカクさんかね。あー、硬派なタイプとちょっとひょうひょうとしたタイプでありましたね、はい、僕の好みはカクさんですね。おー、うん、選べないあの猿飛び、猿、違う、あの忍者でしょ。忍者です。忍者も好きでした。忍者なんだっけ、忘れたね。はい、かっこよかったですね。翔英さんが一瞬一時期なさってました。あ、もう僕はそのだいぶ前の、あ、前ですか、時代なんで。ちょっとすみません、おぼろげな記憶なので正しいかわからないんですが、はい、そして、うん、水野忠邦が筆頭老中になり天保の改革が始まった日だしですね。1839年の出来事です、うん、そして1877年にはエジソンが録音装置の最初の試作品を完成させた日でもあるそうです。そうなんですね、すごいね、はい、私も自由研究でエジソンの録音機作ったことがあります。紙コップに刻む、作るわけ、はい、すごいね、結構ですね、家にあるもので作れた気がします、うん、ちょっと気になる方はネットで検索してみてくださいね。はい、はい、そして今日誕生日を迎えた方、うん、1878年にソ連共産党指導者のスターリンの誕生日らしいです。有名ですね。有名ですね、はい、独裁者、独裁者そして、はい、1924年、うん、これは鶴田浩二さんが生まれた日。そして作曲家の木田太郎さんが1930年に生まれています。すごいですね、ね、たくさんいますけど、さっきの忍者、うん、はい、ヤシチ、ヤシチ、そう、ヤシチですね、かっこよかったですね、石ころさんが、うんうんうん、ヤシチが渋いってきてます、ね、渋いですね、はい、忍者なりたかった時期もありました。そうですか。じゃあ誕生花、そして誕生花、はい、お、誕生花が雪の下らしいです、うん、私の好きなお花ですね。ああ、そうなんだ。小さい小ぶりなお花なんですが、花言葉が切実な愛。あ、こんな花言葉だったんですね、うん、ちょっと切ない感じですね。え、切なくないでしょ、切実ですから。ああ、そうですね、あ、そっか、切実だから、うん、リカパンだね。私ですか、切実に愛を欲しい、愛を求めている方ですかね、はい、これ多分でも雪の下はあげる方じゃないですかね、イメージ的に。あ、じゃあ切実な、ああ、わかんないですね、どういう意味だろう、切実な愛、はい、深いですね、雪の下の誕生花の花言葉ですね、うん、まあ、そんな感じで皆さん楽しくね、今日一日お過ごしください。はい、さあ、以上、今日は何の日のコーナーでした。かわいい曲いってみましょう。アナと雪の女王から Do you wanna build a snowman? です。これはクリステン・ベルツ、アガサ・リー・モン、ケイティ・ロペスの曲です。お送りいたします。独裁しちゃって、俺が独裁しちゃって、あ、まあ、だってね、どうですか、フォローしてみますか、どうしますか、フォローするか、エコさんと一緒になって俺をこう、独裁者じゃないです、あ、フォローし、権力者です。独裁者と権力者は違うじゃないですか。そうなんですか、うん、独裁は本当に一人で全部好きなように決めてしまう。あ、そうなんです。あ、そうなんです、うん、え、もう独裁者じゃないですか。
そうです。イカパン、なんでいつもあれ忘れるわけ？パンですか？あ、どれですか？パン。あ、4個はやパン。パンはもう、このやつな、もう4個はな。あの、金曜日のしんのちゃんは卵焼き作ってくれたよ。卵焼き？うん。卵焼きだったらすぐ作ってきます。パンは。なんでよ、あなたパン。食パンでいいですか？食パン。食パンでいいったら何でもいいんだよ、パン。食パン。とりあえず俺がリカパンのこのパンの腕をこう皆さんにお伝えするというのが趣旨です。じゃあ来週あれだよ、卵焼きが先になったらもう大変だよ。え、何曜日ですか？金曜日。え、卵焼きが先になるじゃないですか。なんだだって金曜日って。いやでも分からんよ。ああ、あなたみたいにね、口ばっかりかもしれない。いや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 、口ばっかりって言わないでください。あの、金曜日のしんのちゃんはあれですよ、手作りの今マフラーもリスナープレゼント。すごい。え、私もリスナープレゼント何かしたいです。何しますか？絵を描きます。お、いいですね。どんなする？どうしましょう。絵を描く。あ、じゃあ描いてきて。山内さんの似顔絵プレゼント。何だよ。どうしようかな。気に入った絵描いて。かわいい絵とか。なんかハードル高いですね。いや別に、あなた上手なの。なんかお題をもらったら書いてきます。じゃあ水戸黄門。水戸黄門。自分書いて。自分。自分？うん。ちょっとハードル高くないですか？美化してしまったらどうしよう。いいさ、美化するもんだよ自分。メール紹介。いや、あなたのコーナーです。はい、いや、石黒さん、水戸黄門の役じゃないですかね、リカパンは。ん？何がですか？水戸黄門で言うと、うん、あー、何役か。うん、私あれがいいです、屋敷。いや、あなた水戸黄門でしょ。どうかな。屋敷やりたいですね。水戸黄門ですか？うん、控えよろう。あ、違う、それは好きさん、格さんだ。そう。俺が八兵衛じゃん。いや、私が八兵衛じゃないですか。この団子食べたい。でも八兵衛なんか貧乏ってイメージがあるね。あ、そうですか。うん、なんか特にそんなイメージないような。団子派さんですかね、八兵衛は。じゃあ、うん、いや、七はキャンでしょ。あ、モーニングエイト。モーニングエイトで言うと、ヤシチ誰だろう。うん、あ、ユミッチャさん、珍しい。おはよう。久々、元気？おはようございます。あ、ヤシチは風車。ヤシチ誰だろう。風車って、風車、風車、風車ですね。風車ってなんだと思いました。それではみんな大好き毎週水曜日のこのコーナー行ってみましょう。リカパンのためになる世界の名言。はい、今日はあれですね、最初から裏声で、ちょっと裏声で行ってみましたが、はいはいはい、いいですね。ちょっとね、名言行く前にイミチョーズさんから来てますね。はい、ただいま、うん、与那原町いたらしきの、はい、ローソン前でトラックと軽自動車との、衝突横転事故があり、怪我人も出て、与那原警察署から佐敷に向けての道が渋滞しています。
そうなんですか。皆様安全運転をということで、与那原警察署から佐敷に向けての道、はい、渋滞しているみたいです。皆さん気をつけましょう。はい、はい、危ないですね。藤さん久しぶりありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ、さあ今日、うん、行ってみましょう。このコーナーでは、まあ、私リカバンが独断と偏見でチョイスした毎日をちょっぴり豊かにする。そうですね、かもしれない。はい、先週は良かったですからね、うん、今週も頑張ってほしいですけど。ご紹介していきたいと思います。リカパンの名言ね、来る時と来ない時の差が激しいんですよね。これ人によりきりじゃないですか。山内さんだけがこの対面して聞いてくださるので、はい、この微妙かもしれないっていうのがあるとは思うんですが、多分きっとリスナーの皆さんの中には響いてる方もそうですかね、いるんじゃないかと私信じております。はい、うん、じゃあ行きましょうか。一発目、はい、行きます。運がいい人も運が悪い人もいない。運がいいと思う人と運が悪いと思う人だけ。これ中谷明宏さん。はい、どんな人ですか。いいともでも、作家ですね、作家でエッセイとかを中心に書かれてる方なんですが、うん、笑っていいともの多分金曜日ぐらいのレギュラーに昔なっていたこともあると、あったと思います、うん、はい、まあ、どんなやって見つけたのかっていう、まあ、疑問もありますし、はい、なぜっていう、なぜなぜこれ物事の捉えようをこの人は言った、はいはい、格言だと思うんですが、捉えようね、うん、なるほど。この私よく幸せって言うじゃないですか。言いますね、はい、でも言わない人もいるわけで。僕は言わないです、はい、うん、空を見て幸せって思う人と、うん、空を見ても幸せだと思わない人、はいはいはい、逆にこの美味しいものを食べて幸せだと思ったり、うんうん、美味しいものを食べてもなんか微妙だなって思う人とか、うん、いるじゃないですか、はい、これって気持ちの持ちようだと思うんですね。なるほど。で、運がいい人悪い人って実はいないと思うんです。ただその身の回りに転がってる幸せとか、うん、自分のラッキーに気づけるか気づけない人の違いなんじゃないかなと私思うんですよ。そうですか、うん、どうですか。運が悪い人もいるんじゃないですかね。あ、例えば宝くじを1枚買って300円当たったと、うんうん、いう人、運がいいっていう人もいれば、うん、300円しか当たらないのか、運悪いな、あんまついてねえなって思う人、この2パターンいたらいる時あるんじゃないですか。不安なんですか。マイクガサガサしてマイクガサガサしてますけどいや、山内さんがちょっと無反応すぎて不安そうなんです。野の中の銀の蛍さんもね、コメントしていただいてるんですが、要は心の持ちようということです。はい、運が悪い人いるじゃないですか。もう事故にあったり、これはでも人生の長い人生の中の一瞬じゃないですか。はいはいはい。これをこの運がいいなっていう思いの積み重ねで幸せな人生がなっていくので、病気になったり、うん、こう悪いこと重なる人いますよね。あー、いますね、うん、いますね。はい、僕はそこまで重なってないので、うん、運がいいなと思いますけど、でもやっぱこの中に悪い人もいるなとも思いますし、ポジティブを見つけられるか見つけられないかじゃないですか。あ、だからそれはね、心の持ちようだと思うんですけど、うん、運がいい人悪い人はないっていうのはちょっと違うのかなって思いますね。そうですか。あー、響かなかったか残念です。さあ、皆さんどうお思いでしょうかまあまあまあ、はい、いいですよ。一発目はね、ジャブなんではい、じゃあ2発目いきましょう。2発目、はい、いきます。明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ、ガンジーガンジーいいですね。ガンジーはもう名言製造マシーンですからね私もガンジーさん、たくさん名言あるので、はい、困ったらもうガンジーですからねしているんですが、そしてさすがのガンジーのお言葉ですね。深いですね、やはり、はい、はい、ガンジー皆様ご存知、インドの弁護士であり、うん、政治家であり、うん、そして宗教家ですね、うん、はい、彼もなかなか幼少期はやんちゃっぷり、あ、みたいね、すごいやんちゃっぷりで、うん、お坊ちゃまでね、
お坊ちゃんでやんちゃしていた時期もあったそうなんです。お坊ちゃんでやんちゃって一番立ち悪いですよね。ああそうですね、うん、でもこのいろいろその人生の中で悟りをどんどん開いていって、さまざまなことにこのね声を上げて立ち上が、うん、立ち向かっていった方なんですが、はい、やっぱり深いですね。明日死ぬかのように生きようって、うん、これねすごいと思うんですけど、うん、なかなかできないよなと。そうですね、うん、私も昨日布団に入るときに明日の自分に任せてしまう。ですよね、6時に寝るなんてしないんですよね明日死ぬって分かっていた。そうなんです。明日死ぬと分かれば私はオールナイトしますもんね、普通ね。普通オールナイト。あでも、まあ、まあこれも捉え方なんでしょうか。おう6時に寝て、うん、ダミを貪りながら死にたいっていう方もいるかもしれない、最後を迎えたいって方もいるかもしれないですし。あじゃあ要はやりたいことをやれってことなんですか。多分悔いのないように生きろってことですね、うん、どうですか、うん、例えば明日、うんはい、じゃあ死ぬってして、はい、めっちゃ寝ましたと、はい、その前の日、はい、これは悔いがあるんですかないんですか。悔いはどうでした。あります。ありますね。ありますよね。めっちゃ寝たらありますよね。ありますよね。ありますね。はい、確かに。なんかもっとこういろいろアクティブに動きたいですよね。愛しい人と過ごしたりとか。そうですね。愛しい猫と過ごしたりとか、友人と。愛しい猫と過ごしたとして、はい、後悔はないんですか。いやもう心置きなく彼の好きなようにさせてあげる。いやいやいや猫ですよ。猫。いや猫も家族の一員ですから。そうなんですか。はい。なるほど。そして永遠に生きるかのように学べ。そうこれがねちょっとよくわからんな。生涯学習ってことなんじゃないでしょうか。アクティブラーニング。そっか、うん、この学びをでもやめる人っているのかな。あでも大人になってくると小さい頃のような好奇心とか興味関心薄れていっていませんか。この小さい頃のようにこれ何とかいう疑問も持たないあそうですかなったり。私は結構気になるんですがまあですよね、うん、多分ねあんま学びをやめる人っていないんじゃないかなと思ってるんですよ。そうなんですかね、最近、うんうん、みんなやっぱり年相応にこの経験していって新しい経験いっぱい学んでる気がしますな。生きているだけで学びがあるっていうことですか、ね、そうそうそう、うん、ということを言ってんのか。多分この学べっていうのはちゃんと学べってことなんじゃないですか。なるほど。人生の中での流れとしての学びではなくて、そうなんです、うん、座学っていうんですかとかいろいろなことに挑戦して自発的な学びを指している。新しいことをせえってことかな。あそうかもしれませんね。チャレンジすることは一番の学びにつながりますからね。そうそうそう、うん、確かに。どうですか、最近何かチャレンジしたこと。あ、 ありますけどちょっとこっちでは言えない、朝からは言えないことです。あ山内さんのネタはそういう感じではい、リカパには早いですね、まだ。うん、はい、早いということ。あとね10年20年後にねこういうお話そうですね、できるのかな、できるのかな、できるのかな。はい、というわけで、はい、あなただから精一杯いきましょう。明日もし亡くなるのであれば、ああいろんな経験しないと。そうですね、来週パン焼いてこればよかったって思いながら死ぬのは嫌なので、うん、でしょ。山内さんにずっと嘘つきのままインプットされるんですそうなんですか。私今そういうカテゴリーに入ってるんですね、はい、完全に嘘つきだなと思ってますよ厳しい、はい、いや皆さんも自分の発言にはね責任持っていきましょう、お互いね、いきましょう、お互いね、はい、本当ね。では今日じゃあ最後一つだけ格言ご紹介していきましょう。はい、はい、明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ、ガンジー。これあれね、フィルコリンズ。はい、当たってるか。はい、さあこちら映画ターザンよりフィル・コリンズで You Be In My Heart。 高松マリーさん、明日死ぬかのように今日頑張りましょう。頑張りましょう。でもそうしたらさ、仕事なんてやらない。あー、仕事、そうですか、仕事楽しくないですか。楽
楽しいけどもっと楽しいこと山ほどあるんじゃない？でもそのどうやって捉えたらいいんでしょうねこれ。そうか。仕事残しても悔いが残りませんか？うん、残らない。美味しいの食べてめっちゃやりたいようにやって遊んで。で、一日中イチャイチャして、うん、くらいじゃない？ああ、そうなんですね。そうですね、明日死ぬんだったら仕事できませんね。でしょ。家族と言いたい。卒論書くか。書かないです、破り捨てますよ、ほんとはい、行きましょう。時刻はね、さあ時刻は8時55分を回りました。はい、ですね、NUJ さん、はい、そろそろ時間が来たので行ってきます。山内さん、アンドリカパンツ、またね、バイバイということで、バイバイ、はい、気をつけて行ってらっしゃい。高松マリーさんも行ってきますということですね。行ってらっしゃい。キキマルさん、うん、さっきあなた言った猫ね、猫タバコとか吸ってない？どういうことなんでしょうか、ね、いやいや吸ってないですよ、うちの子は。要するにこれは、うん、男って意味じゃないっていうことですね。なるほど。ああ、私が猫可愛がりしている方がいると。そうです。いやー、いないですね。どちらかというと猫可愛がりしてほしいタイプなので、はい、いないですね。ニャンニャンしか、本物のニャンニャンしかいないですね。はい、なんかなんか歯切れ悪いですね、はいはい、そしてエコザイルさん、はいはいはい、お坊ちゃまでやんちゃイコール山チンということで、山地さんそうなんですね。いや、僕金なかったですか、貧乏でしたよ。やんちゃそう、お坊ちゃまでやんちゃ。お坊ちゃまじゃないよ、本当にやばいっすよ。なんかいい感じ出てますよ。本当、うん、品があるからねいや、次行きましょうかなんで今日褒めるんじゃないわ。あ、そうなんですよ、もう品とね、うん、品格と知性に満ちあふれさあ今日のテーマは、はい、今日のテーマは褒めてでございます、はい、うん、皆さんぜひね、うん、リカパンガンガン褒めますので、はい、皆さんのいいところですね。9時台メールも頑張っていること、番内紹介しましょうね。はい、たくさん紹介していきますので、はい、9時台もお付き合いください。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。コメント、メールたくさんお待ちしております。リカパン今虫がこうリカパンとかに寄っていきました、怖いさすがですね、虫にも好かれる。ああ、もういいですね、いいですね、愛に満ち溢れてます笑い方もうこの笑い方なんとかならないです。引き笑いなんですよ私、本当に笑うとみたいな、ヒヒヒだよね、本当に。そうなんですよ。いいですよ、笑い方可愛いと思いますよ。本当ですか、うん、あ、褒めますねいいですね、あ、このテーマいいな。いや、このテーマだろうがあれですけどね、ほ、なんていうの、注意するときはしますけど山内さん優しいですよね。そうなんですよ、うん、なんか本当に優しいなって思います。うん、私の周り厳しい方が多いのでそうでしょ、バンバン言ってよ、そういうことをあ、そっか、あれ、うん、リクエストがないんだよ。皆さん、自分のいいところ、頑張ってること、とか褒めてほしいことあったら、どんどん教えてください。私、ちょっとただただ宿ではありますが、一緒に喜びます。皆さんの頑張りをお願いします。そしてこれもライブ終わりますか ?30、うん、一回終了した方がいいですか、うん、ちょっと止めます。はい、止まらんのに。止まらん。うん。止まらん。うん。
もういいよ、やっちゃった。やっちゃいました。そうなんですね、止まったら。いや、そうそうそう、未だにこのシステムを理解できていない。ごめんなさいして、皆さんすいませんでした、止めてしまって。変顔でごめんなさいして。変顔、うん、ごめんなさい。もう嫌だな。いいね。この時間は琉球新報、沖縄タイムス、八重山日報、沖縄本島版よりニュースをお伝えします。はじめに八重山日報、沖縄本島版より。集団感染、一人死亡、結核、受診遅れで拡大化。沖縄県保健医療部地域保健課と那覇市保健所は5日、県内で結核の集団感染があったと発表しました。沖縄本島で発病者が5人、感染者5人が確認され、発病者のうち1人が死亡しました。最初に発病した患者の受診が遅れ、感染が広がったとみられています。最初に確認された患者は喫煙歴のある50代男性で、以前からあった咳が昨年11月頃から悪化、今年1月、肺結核と結核性胸膜炎の診断を受け入院していました。現在は外来で治療を継続しています。県南部保健所、那覇市保健所がこの患者と接触した可能性がある人を調査したところ、男性の家族1人が発病、3人が感染、家族以外にも男性の接触者3人が発病、2人が感染していることが判明しました。死亡者が出たのは9月で、男性の家族ではないとのことです。続いて沖縄タイムスより。児童虐待相談数10年で最多347件、県警面前 DV 5割増し。10月末までに県警へ寄せられた児童虐待に関する相談が347件に上り、過去10年で最多だった昨年を上回ったことが5日分かりました。前年同期比で125件増えています。県議会11月定例会の代表質問で池田県警本部長が明らかにしました。最も多い相談は、児童の前で配偶者に暴力を振るう面前 DV のストレスなどによる心理的虐待で、全体の5割を超える182件、育児・看護放棄などのネグレクト88件、暴行や障害などの身体的虐待が72件、性的虐待が5件あったとのことです。続いて琉球新報より。自慢の品多彩に、産業祭り盛況、宜野湾イカ汁に列。第28回宜野湾市産業祭りが11月25、26の両日、宜野湾市体育館前などで開催されました。会場には加工食品や農産物、独自の技術を持った企業が出展し、家族連れなど多くの人でにぎわいました。無料提供された JA 沖縄宜野湾支店女性部の豚汁や、宜野湾漁業協会のイカ汁の店舗には長蛇の列ができました。イカ汁を堪能した山城さんは、出汁が最高だ、美味しいと笑顔を見せました。以上、ニュースをお伝えしました。寒い。スタジオの中まだ暖かいな。そうなんですか。窓際だからですか、ね。日が今入ってきてるから帰っちゃう。
あとずっと機械もあるし、あ、人も2人いるし、熱があらゆるところから、はい、放出されてるんですね。僕熱持っちゃうなんで結構。暖房いらなくていいですね。そうなんですよ、放出してるから、うん、いっぱい。これは五役栄翔さん、何の話だね。あの進撃のめいちゃんさんのメールに添付がある、五役栄翔さんの画像が。私もチンダミでしたっけ、うん、なんか見るの好きです、面白いな。わからないんだな、絡んだことがない。クリックも私難しくて、話しながら、あ、話しながらコメントを見るのも苦手で、あ、ながらができないわけ、なるよ。FM ギノワンをお聞きの皆さん、改めましておはようございます。12月6日水曜日モーニング8時台始まります。はい、はい、ギノワン市キユナギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、水曜日担当リカパンことズケランリカと山内が2人でお送りしております。9時台も元気いっぱいでお送りいたしますね。山内さん、あ、そうですね、はい、うん、頑張っていきましょう。はい、さあ今日のテーマは、今日のテーマは褒めてでございます。はい、皆さんぜひですね、うん、あのリカパンが褒めてくれるそうなので、はい、はい、皆さんの頑張っていることとか、うん、特技、あとこの方褒めてっていうエピソードがございましたら教えてください。さあメールアドレスは 797@fmginowan.com です。皆さんのたくさんのコメント、メールお待ちしております。皆さん9時台も番組に参加して一緒に盛り上がりましょう。ふうふう。はい、なんすかね、リカパン一人でね盛り上がってるんですが、いや盛り上がり方が違うんじゃないですかね。山内さんももうかなりテンション上がってますけど。あ、本当ですか。急にふうふうはやらない。夫婦しませんか。夫婦しないですね。夫婦しないんだ、うん、しますね。私はよくしますよね。夫婦しますね、うん、あの皆さん多分見、まあ、皆さん見えてないんですが、うん、よく話しながらですね、私この両腕をサムズアップっていうんですか、これ知らないですけど夫婦してますね、ジェスチャーで。毎日ね明るく楽しく、はい、させていただいてます。なんか無理があるよね、いろいろね。あります。うん、なんだろうね、あれ、うん、あの夫婦も、うん、そうなんですけど、はい、このサムズアップっていうんですか、これなんていうんですか。サムズアップは親指でしたね。そうだね、うん、サムですからね。このなんだっけ、ヘビメタの、うん、ヘビメタのポーズですね。パリピがやりそうなポーズをね、はいはい、やりながら。パリピ感ないのにパリピに憧れがあるんですよ。あ、それでかね、無理がある感じが。いや、目指せパリピでございますよ。そうですね、うん、でも無理じゃね、無理かな、うん、だって人の人間性ですか。人間性ってなんか、あなたちょっとほら、はい、暗いじゃないですか。暗くない、暗くない。どこからですか。明るいですよ。明るくはないですよね。あ、明るいですよ。毎日幸せをかみしめ、幸せ
うん、幸せしか今言葉が出てこないあたりがネクラ感がありましたね。そうそうそう、はい、だってお家から出ないっていうしね。はい、あ、コメントいただいてます、はい、15番目の男さん、うん、ふうふうと、あ、乗ってくれてる、さすが優しいですね。優しいですね。そうなんです、この FM ギノワンのリスナーの皆様、うん、すごい愛のあふれる方が多くてですね。そうですね、この皆様の愛と優しさでですね、この番組支えられていると言っても過言ではありませんね、うん、一番近くの人がね、うん、愛がないですからね。あ、山内さんですか。山内さん愛情にあふれてますよ。そうすか、いつもニコニコで素敵ですよ。さあ今日皆さん褒めてなので、どんどん周りの方褒めていきましょう。さあメール来てます。はい、はい、めいちゃんさんから、うん、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんから、さっきリクエストもいただいてましたね、曲の、うん、リカさんと山内さん、おはようございます。おはようございます。生放送お疲れ様です、はい、週の真ん中水曜日ですね。今から夜までお仕事のめいちゃんです。あら、褒めてか、私も褒めてほしいって思う時がある、うん、なかなか褒めてくれない人ばかりなので時に病む時があるんですよね。本当に思うんですよね、はい、ではお仕事前まで楽しく聞かせていただきます、うん、ということで、あ、 PS、 昨日飲み会であのごえく様が、ごえく栄翔様が来ていました。すごいね、画像も送って。これ本物？あ、本物だぜ ね、 後ろに写真もあるしね。チンダミいいですね。なんか準備してるとこまで撮ってますね。そうですね、すごいですね、うん、めいちゃんさんね、いつもねお便りとかコメントくださってありがたいです。めいちゃんさんのこの可愛い文字を見てリカパンも癒されています。可愛い文字、なんかこの文体可愛くないですか。話し言葉がいつも可愛いなと思って。私文体、うん、メールのこの、いや、パソコンのこれは何かな、これなんて言うんですか、このこの文面が可愛らしいなと思って。あれですよね、ゴシック、うん、そう、あ、そういうフォントの話ではなくて、ではなくて。はい、かわいいですか、うん、めいちゃんはね行動力があるし、あ、選曲、すごい、いつもリクエストしてくれる選曲がたくさんくれますね。そうそう、いいんですよ、いただいて、ありがとうございます、はい、いつも私選曲ね、山内さんにかけたい曲はって聞かれてパッと出てこない、パッと出てくるのが全て暗いという今日のオープニングもね、一応いい曲なんですけどね。そうなんですよ、はい、ただちょっとしんみりした曲が多いので、多いよね、あなたね、めいちゃんさん明るい曲結構リクエストしてくださるので、そうそうそう、まさにこれはもうパリピの曲ですよ、うん、あー学びたい、西野カナとか学びたいですね、パリピの可愛い女の子の曲、うん、私も歌えるようになりたいですね、西野カナ。そうですね、あなたハードロックとかね。そうですね、もう乗ってるからイエーイな曲しか聴かないのではい、日々可愛い曲皆さんたくさんね送っていただけると嬉しいです。はい、そして、うんうん、こちら続いてご紹介します。はい、リカちゃんおはよう、チュ、山ちんおはよう、エコザイル出すよ、うん、モーニングエイトのパーソナリティ全員偉いって褒めたいね優しい朝早くからこき使われ、山ちんの下ネタ全開トークというパワハラに耐えてよく頑張ってるさあと沖縄変態替え歌友の会の会長のボイスメールもね、じゃあ後からやということで、あれすごいですよね、今日来てないけど、あ、そうですね、今日ちょっと密かに楽しみにしてたんです、ね、あれね、みんなちょっと密かに楽しみにしてるんですよね、うん、ただネタが大変だはずね。あー、そうですね、うん、ちょっと触れない程度のネタをね考えてやって、そう、うまくこう、うまいんですよ本当にね、上手ですよねはい、さあ、この朝早くからこき使われというとこですがどうですか。こき使われてはいないです ね、楽しんでやってます、とってもね、リカパン特にね、うん、ストレスの塊ですから、うん、今、はい、ここでねこの皆さんと交流して幸せになって ね、いますね、私これがないともう今頃大変ですよ、リカパン、はい、情緒不安定になって、もう本当にキャーってなってますねあと僕の下ネタ全開トークって言いますけど、うん、 そうですね、そんなに言わないですよね、水曜日は。あ、もっと激しいタイプですか。そうですね、さっきリカパンにほら言わなかったことがあるじゃん、はいはい、ああいうのを普通に言う
リカパンだから言わないっていうのがありますね。あ、そうなんですか、うん、ありがとうございます。この山内さんの優しさ、そうなんですよ、感じました。いや、まあ、優しいというかリカパンには早いからね、まだね。あ、まだね、お子ちゃまにはね、うん、そうなんです。リカパン中身ちゃんちゃい字なので、はい、精神年齢ちゃんちゃいできてるのでご理解ください、皆さんも。本当ですね。さあ、そして、うん、たくさんメールいただいてますね。どんどんご紹介していきましょう。はい、リカパンに山内さん、うん、今日も元気におはもっこりもっこり、石ころです。いいですね、これ浸透しちゃったリカパンはね、いい横顔してる、良いぞ横顔そう、横顔、横顔なんですね。あ、いいですね。私も横顔の、この横顔は結構ね、見れるかなと思います。あの、顎は見ないでくださいね、皆さん。顎、うん、顎ちょっと二重なね、顎はね、見ないでくださいね。どこ顎、あ、いいですよ、確認しないで。でからそしてメール、でから褒めてあげてほしいのは触れなければよかった、自分でね、はい、はい、でから褒めてあげてほしいのはテレビやラジオで喋る人だね、うん、あ、確かに。この毎日なさってる方もいらっしゃいますもんね。大変で、毎日はネタ考えるのが難しいと思います、うん、ラジオはでもリスナーの皆様との支え合いですよね、うん、やっぱ思うのが。だって人さあね、毎日ヒャッハーヒャッハーってわけないさそうですね。なのに元気に喋ってんだよ、これは褒め褒めの対象になるじゃないの。あとついでにリカパンよ、俺の見た目を褒めてごらん、見たことないでしょ、その辺は想像で褒めてごらん、とのことではい、想像で見た目、石ころさん、うん、褒めてみてください。石ころさんはですね、うん、渋いですね。渋い。やっぱ目つきがこのこの柔らかい中にもこの芯がある目つき、そうなんですか。目つきこれ想像ですよ。はいはい。今誰を想像したんですか。今ですね、うん、何を想像してたかな。石ころさんっていう名前なので、うん、ちょっといかつい感じの人を想像していました、私は、うんうんうん、でも目が優しいみたいな人、ヤシチのようなね。ヤシチ、ヤシチ、ヤシチいかつかったっけ。あ、今、翔英さんの方のあ、なるほどね、翔英を、翔英さんを今想像していましたね。翔英と石ころってちょっとあ、違いますか、うん、なんかね、あ、石ころですからね、ちょっとコロンとした可愛さもあるんでしょうか、うん、そうそうそう、あると思いますよ。いいですね、この、あとあれですよ、本当に毎日ね、はい、その楽しい、テンション上がること、テンション下がることの方が多いですからね。まあ同じぐらいありますよね、楽しいことと、うん、うん、下がることの方が多いです。まあ目についてしまうかもしれませんね。うん、多いですどうにかよく捉えようとしてるのに、はい、そうですね、うん、テンション下がること多いです。だからそれはテンション上げて喋るというのは大変ですよね。そうですね、毎日やってる人すごいと思いますね、うんうん、ただこのラジオで話すとテンション上がりませんか。あ、まあそうだね、うん、本当にこのラジオで喋るというのはストレス解消になりますから。なりますね、うん、楽しいですしね、皆さんとのこの交流ですとか、うん、あといろいろね、言われても楽しいという、うん、言われても楽しい、いろいろ、どういうことですか、意地悪をされても楽しいといういろいろね、楽しくやっています、私は。僕が意地悪言ってるみたいな感じですねいやいや、優しいですよ、いつもね、山内さんも優しい。今の楽しくさせてチクッとしましたよね、今ね、チクッとね、ちょっとね、あの距離が近くなってくるとそういうところも出てきます。そうですね、さっきのあの横側の顎の下りですかねちょっとね、あれはね、あれダメでしたね、ダメでしたね、ごめんなさいね、はい、はい、楽しくラジオさせていただいてますはい、うん、そして続いて、うん、ラジオネーム15番目の男さんから、はい、リカパンさん、山内さん、皆さん、うん、皆さん、はい、さいさい、ラジオネーム15番目の男ですよ、チンチロチン、チンチロリンということで、いいですね、テンション上げ上げですね。チンチロリンとチンチロチンはまた違いますからね気をつけてくださいあ、そう、すいません、今噛みましたねチンチロリン、チンチロチンはなんか変な感じですからね。そうですか、はい、あれ、別に違いはないです、私の中でテーマ、褒めてということで、はい、褒められると少し嬉し恥ずかしだけど、うん、自分を褒めるポイントがどこかを探すとこから始めるとメール送れないね、うん、なるほど、そうですね、
そうか。最近変わったのは深酒せずに早寝早起きをするようになった。これって褒められるっていうより老化だろうか。それじゃあまたということで。いや、いいことじゃないですか。いいことはいいことですけど、うん、老化かもしれないですね。まだお若いですよね、15番目の男さんはね。いくつくらいなんだろう、うん、まだ30代とかじゃないですか。わかんないですけど。ただ習慣になりますよね、うん、早寝早起きというのは。あー、そうなんですか、やっぱり。うん、僕休日にももうめっちゃ早く起きますから。いいですね。5時半ぐらいには。あ、同じぐらいに起きます、いつも。私も。あ、そうなの。はい、ただ寝るのが早いので私の場合。そうだよね、はい。だいたいいつも何時に寝てるんですか。いつもですね、まあ、遅くて12時には寝ます。遅くて、遅くて、早くて。平均ですよ、アベレージ。アベレージは、うん、あれ、アベレージ言いたくないな。9時だろ。9時か10時ですね。もうね、私健康有料時、またの名を。いや、私も老化ですかね、この早寝早起き。違いますよ。いろいろね、もう明日の自分に任せて寝るっていうのが私の口癖になってしまっているところがあるので、丸投げです、翌日の自分に。ダメですよ皆さん、ね、そうですよ、ガンジーのあの言葉がありますから、ね、そうなんですよ、明日死ぬと思って生きないといけないですね、はい、うん。いや、でも早寝早起き深酒せずに、あ、お酒たくさん飲んだら早寝早起きになるんですか。いや、ね、晩酌したらいっぱい飲んだらもう眠くなりますね。お家で飲んだら。あ、そして寝る前に飲んだら眠りが浅くなるって言いますよね。あ、そう。はい、聞きます。なんか普通に寝る時とに比べて眠りが浅いらしいです。なので疲れが取りにくい。そうなの。俺いつも眠れると思って飲んでるけど。あ、そうなんですか、うん、多分眠りの質だと思います、これは。だから別に飲まなくても寝れるわけ。はい、もうがっつりよ。だけど最近毎日晩酌してるので、ちょっとやめるか。ちょっと一時ね、休戦して、まあ、ほどほどにね。15番目の男さん、早寝早起き偉いです。私も見習っていきたいです。もうちょい15番目の男さん褒めたら。はい、そうですね、15番目の男さん、今日もですね、真っ先にコメント来てましたね。早い段階でコメントありがとうございます。もういつもね、温かいコメントいただいております。うん、山内さんも褒めてください。もっとないんですか。何ですか。15番目の男さん褒めてください。あ、僕は別に。ちょっと、いや、もう本当にリスナーの皆様のコメント、メールで支えられているので、この番組、はい、ありがたいです。皆様一人一人の存在のおかげでね。15番目の男さんのおかげで私たち楽しくラジオをお送りできています。いつもありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい、クレームが来てますよ、リカパ。クレーム。はい、はい、読んでください。クレーム、クレーム来てますよ。クレームですか、はい、どこですか、クレーム。クレーム、都合のいい目をしているのでクレームが。加瀬渡るさん、はい、これはメールの方ですか。あ、いえいえ、ツイキャス。あ、ツイキャスの方ですね、はい。加瀬渡るさん、はい、どちらでしょうか。え、三月綺麗、加瀬渡るさんが来てますね、はい。女子アナに下ネタ話したがる中高年は、はい、同じ中高年としては迷惑ですね。これ山内さんにクレーム。はい、僕にですね。完全に来てしまいましたね。いやー、ですって。そうですね。どうですか。ちょっともう僕は泣きそうなので。山内さん、はい、涙がちょちょ切れて。涙がちょちょ切れますね。いるそうなので、うん、皆さん優しくしてあげてください。たださ、こんな言われたら余計言いたくなる、ね、うわー、この人そうなんです。山内さんド S なんですよ、本当に。怖い怖い、うん、うん、ただ怖い、ね、そこまで僕下ネタ話したからないですけどね、実は。はあ、ね、あんまりしないよね。そうですか。あ、します。毎回 1ポイントずつは加算されていってますよ。山内さん1個ぐらいは余裕じゃないですか。そう、そうでもない。そうでも、朝の番組はそうでもないのか。
あ、もっと本当はどんどん言わない方がいい。夜になっていくにつれてってことですかね、うん、まあまあまあ、これも山内さんの良さですね。え、どういうことですか。あの、面白い、やっぱこういうキャラがいないと面白くないって感じる方もいっぱいいると思うので、リカバン的にはリカバン一人でやるとですね、お堅くなってしまう。そうですか。気がしますね。ほら、マサオさん、リカバンの時は少なめってでしょ。あー、そうなんですね、うん、いやー、優しいですね、山内さん、やっぱり。いやいや、だから優しさというより、うん、あれです、その、なんだっけ、あの、お子ちゃまだから私が、はい、ちゃんちゃいだから。この、もろい言うのは僕、あんまり好きじゃないんですよ、はい、例えば、もろ言うとか、そういうのは直接的ではなくて、そうそうそう、婉曲というか、この、分かる人では分かるみたいな。そう、やりたいんですけど、あなたは絶対分かってくれなさそうなので、あ、言わないんです。なるほど。分からないでしょ。そうですね、基本的に分からないことが多いですね。友達と喋ってても分からない時がよくあります。はてなはてなだろ。はい、で笑ってます、はははって。まあそんな感じでね、はい、うん、あります。じゃあまとめましょうか。はい、本日のテーマは褒めてでございました。うん、どうですか、皆さん、褒められ足りない気がしませんか。全然でしたね。褒められ足りないですね。なのでですね、また機会があれば第2弾、褒めてをやりたいと思うので、はい、皆さんのたくさん頑張ったエピソード、だいたい褒めてなのに僕にはクレーム来てるし、エコさんは調子に乗るからやめれって言うし、そうですね、はい、もうとんでもないですよ。ちょっとね、頑張りましょう。では皆さん、本日たくさんのメール、コメントありがとうございました。これ褒められませんな。これはなんで毎回さ、なんでちょっと、あと5秒の時に、うん、あの、また話し始めようとするぞ。不思議だね。これはダメですね。まあ面白いからいいけど、俺は終わりますね。